安倍首相、緊急事態条項を準備しておくべきだった先日、安倍首相が有管婦人のインタビューにて、COVID-19 の感染拡大を踏まえ、憲法を改正して緊急事態条項を設けることについて、そうした議論を事前にしっかりとして準備をしておくべきだったと発言したことが明らかになりました。こういった。 憲法の問題、今回は COVID-19 において明らかになってしまっておりますがこれまでも竹島でですね韓国政府に国民が殺され拉致されても対応ができなかったりそういった問題が今も続いてしまったり日本の領土である竹島だけではなくて 北方領土も尖閣諸島も他国の侵略を受け続けていると本来こういった国民を守ることができない憲法についてはその他の法律と同じように気軽に改正をして対応しなければいけないんですがなぜか日本の場合はおかしな左翼の皆様が憲法改正を妨害続け 国民の皆様を騙し続けた結果、このような問題のある憲法が、欠陥憲法が70年以上放置され、その結果、国民が被害に受け続けて、被害を受け続けているという事実がございます。自民党には、こういった憲法の問題について、国民の皆様に、憲法のどこが問題で、 この問題があることによって、どういった悲劇が生じてしまったのか、起きてしまったのか、しっかりと広報していただき、これ以上欠陥のある憲法を放置し、国民が危険にさらされ続けないように、憲法改正を今後も国民の皆様に、 訴え続けていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。